ジャパンエナジーフード株式会社代表取締役の相澤和弘と申します。2009年に筑波大学大学院というところを修了しました。で、2019年にジャパンエナジーフード合同会社を起業しました。で、2021年に株式会社化をしております。もともと食というものに対してはお腹を壊しやすかったとかそういったことが多くてですね、関心を持ちやすい体質だったというところはあると思います。みんなが健康なものを食べて暮らしてもらうっていうところをぜひ仕事としてやっていきたいなと思って、食を、特に和食をテーマに起業をしようというふうに考えました。今日本人の和食離れというものが進んでおりまして、そういったものをより気軽に食べていただける、あとは食べるきっかけを増やしていけること、日本の食文化をですね、現代版にアレンジすることによって食事のあり方っていうものをアップデートしていくというような形をしていきたいなというふうに考えております。加工食品の開発事業は玄米と味噌のシリアルバーであったりとか、お出汁味のプロテインだとか、よりニーズの高い製品というものを開発することを意識して行っております。で、飲食事業の方は肉とワイン源というお店をやっております。で、これに加えて店舗内での料理をして、完全栄養食のカレーというものも今のところはデリバリーを中心とした事業として行っております。こちらを今後発展していきたいなというふうに考えております。私がずっとバドミントンをやっていたんですけども、その中で携帯食というものを買おうと思った時に、やはり甘いものが非常に多いと、また添加物が入っているものも多いと、でかつこうやっぱ日本的なものがないと思って開発したものになります。実際に食べてみると疲労回復感が感じられるプロダクトとして面白い製品になったかなというふうに考えております。これまで販売した累計本数でいうと 4.5 万本ぐらい販売をしております。どのような場所で販売してきていったかというところで、 EC サイトが非常に多いんですけども、それ以外でいうとスポーツ用品店が多いです。今リピートしていただいている方々でいうと、屋外で活動される方、シニア層に近い方がより気に入っていただいているのかなというふうに考えております。月間で1万本ぐらい売れるような製品に育てていきたいというふうに考えております。完全養殖の方なんですけども、やはりターゲットはですね、経営者であったりとかハードに働いている人たちが主なターゲットになってくるかと思いますので、そういった方にアクセスしていくというところがポイントになってくるかなと思います。まずですね、販売を拡大していくというところに関して言いますと、営業代行であったりだとか、ランディングページを作成してリフト獲得を行っていくというようなことは考えております。またシリアルバーであったりお出汁のプロテイン、しっかりと売り上げを出すことによって利益を確保することが可能かと考えております。完全栄養食カレーについては D2C から始めていきたいと思います。で、肉とワイン源の店舗から発送を行っていくというふうに考えております。で、ある程度量が作れるようになりましたら、フランチャイズ展開も考えていけるというふうに思います。まず加工食品に関しては自社企画を広げていくと同時に、それをきっかけに OEM であったりとか開発のサポートといったものを受けていくというのが中長期的な計画になります。また独自化サポートでネットワークを広げていって、ゆくゆくは地方工場などを M&A を通して買い取って、そこの工場を盛り上げて弊社の事業も大きくしていくと、で最終的には IPO を行っていけるといいかなというふうに考えております。ファンディーノの投資家の皆様へ、日本の食材っていうところをベースとしたものを通して、誰しもが望んで健康でいられる世の中を作っていきたいなというふうに考えています。ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。